ポンチャンネルだよ。ちっちゃいのかわいいかな、これ。こんにちは、モンです。ご視聴ありがとうございます。今日はハボタンの寄せ植えを作りたいということで、園芸店にやってきました。なんでこれにしたの？やっぱりルコン一つ。ちょっとよくわかんない。すごい派手だからね。すごい、すごい、ちゃうから、こっちの方がいいか。今日はこのお店から苦悩が始まります。これから何時間にも及ぶ戦いが始まることになります。多分面白いと思うから最後まで見ていってください。これいいと思わない？アルテルなんてのはもうすぐ終わるよ。あ、終わっちゃうの。なるほど。それで買ってきたのがこちらの品々になります。ローブドアントワネットのソアレー、なぜか人気がなくて売れ残ってました。小さいハボタンがモカセッションです。それからヘデラ、白雪姫、こちら前回の寄せ植えで残ったアネシアです。大きいハボタンがモカマーブルです。こちらはブランルージュムーンです。金魚草属ってことは金魚草の仲間なのかな。それにしても我が家の犬はうるさいです。さっきから泣きっぱなしです。うるさくって申し訳ありません。それでもって、こちらは高層を巡らしてるみたいです。何を見てるんだろうね、色の配置を考えてるのかな。なんだろう、入らないね。これ一緒に植えるのやめた。入らない。ポット外したら十分入ると思いますが、定番の肥料投入です。そんでもってまたまた定番の虫除けを投入。それ何？これホルトラン椅子。ずっとしゃがんでいるので辛くないのかなって心配になっちゃいます。お風呂の椅子でいいじゃん。長くしゃがんでいるので作業台が欲しいですよね。僕なら足痛くなっちゃいます。そして根を崩しては入れ、また根を崩しては入れを繰り返しています。あっちに置いたりこっちに置いたり、位置はいろいろと変化していきます。うるちゃいろいろと置いてみるんだけど位置が決まらなくて、また動かしたりしてます。何を基準に置いているんでしょうか。色合いなんでしょうかね、それとも高さなのかな。と感覚で組んでいるんだと思います。うん、それは疲れるわな。うん、でここでルーブドアントワネットが登場。ハボタンとルーブドアントワネットを一緒に植えるつもりだったらしいです。色的に合わなくはないと思うんだけど、どちらも主役になっちゃう花だからね。ハボタンもルーブドアントワネットも豪華っちゃ豪華なんだけど、どうだろう。このわずかなスペース、
残ったあと少しのスペースが埋まらなくて宿泊しています。もうちょいなんだけどね。ここの残ったスペースにハボタンが入ればちょうどいいのかもしれないけど、ハボタンがなくなっちゃったみたいです。大きいのも小さいのもなくなっちゃったんで、何か入れるものを宿泊してるみたいに見えます。残っちゃってもいいからちょっと多めにポットを買っておけばっていつも言うんですけど、なぜかぴったりめに買おうとするんですよね。そうするとこんな事態が発生してしまいます。ボタンが欲しい。そんでもってこんな葉っぱを持ってきてみたんだけど、どうも背が高くてバランスが悪いです。そうだよね、そんなの置いちゃうとボタンが全然見えなくなっちゃうもんね。色合い的にもそんな白くて大きいもんが入っちゃうとそっちに目がいっちゃうもんね。ちょっと厳しいよね。この植物はハボタンとはちょっと合わないような気がしますね。真ん中が低い。下に土入れる。土？ちょっと待って、どうしようかな。真ん中盛り土すればいいじゃん。違うの、このダメだ。あ、また崩しちゃった。なんかね、うまくいかない。難しいこれ、ちょっと。ちょっと待って、難しすぎて。なんか分かんなくなってきちゃった。難しくて。少し休憩すれば。休憩しようかな。本当に分かんなくなっちゃった。なんかこんなにバラバラにして。休憩して心機一転、ハボタンをやり直しするみたいです。そうだよね、頭パンクしちゃってるから一からやり直した方がいいかもしれません。とんでもって恒例の土とお薬2種類が投入されます。今までの彼女のパターンを見ていると、だいたい2個のお花を横に並べたり縦に並べたりして、で それにもう1個お花を追加するとか、そんな感じでメインのお花を並べて周りにリーフを並べていく、そんな感じの作りなんですが、今回は2個の大きなハボタンで周りに小さいハボタンを置いていこうとするので、ちょっと今までのパターンが崩れているような気がします。要するに他の花を入れちゃうとバランスが崩れちゃうんですよね。そこが難しいとこですね、今回のハボタンの寄せ植えは。このまま順調にいきそうかななんて思ったんだけど、やっぱりどうしてもどっかで行き詰まるみたいですね。ハボタンの不足をなんとか他の花を入れたりしてごまかそうとしてるんだけど、なかなかいいのがめっからなくて、宿泊してるような感じ。なんとかある花でこなそうと努力してるんだけど、本当に難しい。なんかハボタンが足んないような気がするけど、でっかいのが足りないんだよ。だからこうやると、こうやって見ると大きなハボタンが足りなくなってきてるよね。これ3つ欲しいよね。3つ欲しいの。そう、1個買いに行く。だからこれ最悪と思って。そこに1個入ればちょうどいいのに。そんなわけでハボタン買ってきました。
その他にも新兵器を買ってきたんで、それらも投入する予定です。だんだんお話が長くなってきたので、こっからは早送りでいきます。こっからは順調に進んでいきました。大きなハボタンは三角形で3点置きですね。やっぱそれが安定した作りみたいです。それでその周りにハボタンを置いて、でこのシルバーリーフをバラバラに崩して脇に差し込んでいくみたいな作りになりました。このハボタンの寄せ植えはちょっと苦心作ですね。これで3時間弱ぐらいかかっちゃいました。わらわらわら。ハボタン1個買いに園芸店に行ったはずなんですけど、やっぱりせっかく行くとね、いっぱい買ってきちゃうよね。結局2ポット作る予定で始めたんですけど、3ポットに変化しちゃったみたいです。なんだかんだ苦労したけど、ハボタンの寄せ植え成功したみたいです。いかがでしたでしょうか。今回のハボタンの寄せ植えは皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。よかったらいいねボタンを押してください。また番組が面白いなと思っていただけたら、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の番組でお会いしたいです。さようなら。